AD セントエディションオブザラブブレスレットの最近のバージョンラブブレスレットは1969年にアルドチプロによってカルティエのためにデザインされた宝石入りのソーシングの一つである。ラブブレスレットの初期のバージョンは金メッキを特徴とし、より近年のデザインは純金から製作されている。ブレスレットの価格は 品物の材料次第で様々に異なり、中には3万5千ドルを超えるものもある。2015年現在、ラブブレスレットはなお生産中であり、カルティエはオリジナルのブレスレットのデザインに基づく製品を含む、ラインを広げ、カフリンク、リング、イヤリング、ネックレス、ウォッチを含む。2006年に、ラインはカルティエ史上最も成功したコレクションとみなされた。 ブレスレットは、そのデザインについていくつか批判を受けたが、中にはこれを、中世の低層体になぞらえる人々もいた。ラブブレスレットは、定期航空のセキュリティ職員と問題を引き起こし、連邦運輸保安庁のエージェントは2015年に、ブレスレットは、搭乗客は、空港の金属発見機を通過するときに、すべての金属品を取り外す、必要のため、 そして道具がブレスレットを取り外すために必要とされるから最大の問題物品であると述べた。1990年代にカルティエは偽のラブブレスレットを販売しているとしてマンハッタン及びプエルトリコの複合宝石店を相手取って訴えを起こした。伝統的なブレスレットは手から手首まで滑るくらいに広いかまたはたやすく開くことができてつけるかのいずれかで それとは異なり、ダブブレスレットは特別なネジ回しを使用することによって初めて開くようにデザインされている。ネ、ね、ジ回しはネックレスという形で入手可能で二人の関係へのコミットメントの象徴としてブレスレットを一人の人に錠をかけ、鍵はもう一人の首の周りにかける。カルティエは18金黄色金、18金ピンク金、18金白い金。 そしてプラチナのラブブレスレットを提供している。ネジモチーフの代わりに、あるいはそれと順番にダイヤモンドと共に供されているブレスレットもある。その上、セラミックディテールと特別な色付きの宝石も供されている。2009年にパベのダイヤモンドのバージョンは入手可能になった。閉じないあるいは施錠しないカフバージョンもまた入手可能である。2006年6月、 カルティエはラブチャリティブレスレットを紹介し、これはシルクのコードとラブのゴービル金の缶からなるバージョンである。カルティエは各ブレスレットの売り上げから150ドルをそれぞれ有名人に講演された様々なチャリティに寄付した。チャリティのブレスレットの2000年のバージョンは女優エヴァメンデスによって宣伝された。ありがとうございます。